鉄塔が入りましたよ。こんにちは、スミヤです。今日はトラベルドブソニアンで天体カメラをつないで電子感棒に近いことができるのかちょっと実験してみたいと思います。トラベルドブソニアン口径30センチ、大活躍してくれると嬉しいですね。乞うご期待です。それでは始めていきましょう。今ウラヌス C を取り付けています。ここにウラヌス C をつけていました。 ASUS の新しいノートパソコンです。これは私用ではなくて家族用なんですが、電子感棒の時にも使えるかなと思って、とりあえずかなり高性能なものを買いました。 ASUS ビボブックって書いてますね。16ギガのメモリーが入っています。180度画面が回転できるんですね。すごいね、フラットにできますね。インテルコア i7 の12世代のものです。グラフィックスはインテルアイリクス XE って書いてますね。オーレントって書いてますから有機 EL ですね。 2.8K の画面のサイズです。ドライバーインストール終わったのでウラヌス C つながってますね。鉄塔を見てみましょう。鉄塔、はい、鉄塔が入りましたね。鉄塔が入りましたよ。今ピント合わせをしていますが、この緑の棒が出ているのは合ってるという証拠ですね。コントラストエッジでやってみよう。ほら緑が出てるでしょ。ドラクサが激しいっていうことはジャストピントとの差がごく少数だということですね。こんな感じでピントが大体あったので、木星土星が今晩これで電子感棒できるのか。1500ミリの30センチだから F5 ですね。重りをつけなくてもちょうどいい感じですね。ウラヌス C、軽い天体カメラなのでこれで大丈夫そうです。ピント合わせるのがこれ難しいね。ヘリコイド式っていうか回すので、ウラヌス C も一緒に回転しちゃうので、1回転ぐらいだと大丈夫なんだけど、2回転とかするとこのコードがねじれちゃうんで、これで撮影できるっていうことが分かったので、木星土星、今日は月面 X が見れるようですね。夕方こんな感じで、今日はトラベルドブソニアンで電子感棒にチャレンジしたいと思います。ウラヌス C でこれ使えるんだろうか。自動追尾がないので手動でどこまで木星とか土星追尾できるのか。今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。